はい。まあ私がね、心配するわけにはいかないんですけど、吉本工業、本当に、これでもまともな会社なのかな調べれてないのかな私がちょっと調べるだけでは、その所属タレントの人たちはいろんな問題点が炙り出されてきます。ね。松本さんのことはね、私が言うまでもないいろんな形でね、紛失しております。ね。第5弾、愛子さん。ね。 愛子さんも言いにくいですね。ちょっと言いにくいです。でもしょうがない。アルファベットの順番なんで。ね。そんなことまでね、心配させるようなことが起こってる。まあ事実がどうかとか証拠があるなしっていうのはいいですわ。ね。もう証拠なんてこんなものはあるわけないんで。形に見えるものとか。ね。それを出せっていうのもまた、じゃあやってない証拠はどこにあるんですかここまで来てっていう話になります。ね。松本さんしかり。 相方の浜田さんね、所属タレントね、後輩芸人のパワハラ疑惑ね、これどうなったんですかね違うことなのかな全く事実無根なのかなあの、これも一切、あの、事実はないということなのかわかりませんけど、じゃあ、岩橋さんが嘘を言っているっていうことなのかなっていうふうに思ってしまいます。ね。そしてなんか暴力団との関与っていうものね、噂されております。何か自分でお話になっちゃってる。うん。ね。 これも言えませんけど。うん、ねうんそれ言っちゃうとさ、本当にさ、本当に違うくてもそうなっちゃったら、違うくてもって言ったら、もう二つか三つぐらいのところからそういうことを言っていたよと。もう今は違うのかなそれともっていうふうに思ってしまいます。ね今田浩二さん。ね今田浩二さん別にね、あのー、なんて言うんですか。法律的にどうこうってことじゃないけど、あまりにも、 品、品性にかける行為手当たり次第、女の子を後輩に集めさせてで、自分が好き勝手にするという。うね今田園長。どうなんですか子供の番組をやっている立場としては。ねうそういうことがいいのかなと。不安に思ってしまう。ね父親あれ、それから祖父の立場から。<laughs> まあ私は孫がいてもね、おかしくない。まあ,まあ孫いますし。 その、うん。え、そんな人に NHK、E テレ、大丈夫なのかね。それから、あの、ケンコバさん、ケンコバ祭り。まあ、ケンコバ祭りはいいんでしょうね。その祭りの中身を教えてほしいですね。いろいろ。ね。うん。うん、そうなんですよ。だこういったことをまとめて、吉本工業は、あの、万博に、ね。所属タレントはすごい。もう。<laughs> これ世界のお客様を迎えてね、堂々と、この、世界にアピール、このケンコバ祭りを、うん。ね。松本総さんの、この、お笑いの王と、お笑いの王、この芸を、この今までの奇跡を、このパビリオンで、吉本興業パビリオンで、吉本興業の歴史、ね。うん カオカ三代目組長の開校なんかもいいですね、これは、本当に。吉本聖さんの話、ね、始まってこう。もうね、なぜ上場をやめたのか、やめなきゃいけなかったのか。ね。いろんなこと。ね。横山康さんのこと、島田信介さんのこと、このくだりは盛り上がりますね。はい。それは世界に発信するという。ね。もう、あの、ネタが尽きない。 うん、なんか言っててちょっと辛くなって、ね、辛い。<laughs> 全然言葉にが乗らない。あうん。多分このネタ何回やってもこうなのかな。うん。このネタで R1、私、VTuber の中で出てみましょう。一回戦敗退でしょうね、これ。絶対に。ね。ダメでしょうね。うん。でもいいんだよね、内容は。 公女良俗に何とかせなきゃいいんじゃないかな。ねえ。まだまだあるんですよ、実は。まだまだあるんですけど、これぐらいに細かいとこまでっていっぱいあるんですけど、なんなんだろうな、これ。うん。いやー、っていうかもうこれ全体、芸能界全体の話になってくるんだよな。ねえ。うん そうなんですね。これを。いやー。万博やるんだ。っていう感じ。万博はやりますでしょ吉本興業ね。こう、いろいろ維新の問題だとかやれなんとかってね。政治の問題って、ちょっとあんまり政治が絡むと喋りたくないなって。うん。じゃじゃ政治家が怖いんじゃなくて、YouTube 的に良くないんで、っていうことです。政治の話、するとね。うん。 どんどん、うん。だから、ここまで来ると喋りにくいよな、本当に。なんか、危機として面白がって喋れるような内容じゃなくて、うん、人の人生が変わっちゃうんだよな。でも、このタレントさんたちだって、タレあその、こう見られる、こう言われる、いや、芸人だから破天荒で好き勝手をやっていいっていう時代じゃなくなってくる。ヤクザの人たちがそれができないことが、なんで自分たちに照らし合わせない。ヤクザだから関係ねえと思ったのかな。 あなたたちもヤクザですよ。半グレですよ。以上です。皆様ありがとうございます。本当にこのチャンネル登録をお願いしてもう1万8000人。ね。もしかしてと思ってメインチャンネルでやっても1日で3000人やるもんですね。はい。これは言ってみるもんですね。本当に皆様のね、温かいお気持ちでね、こんなことになるなんてという風です。はい。あの、まあ、メインチャンネルで言ったのは、 このチャンネル登録は無料ですよ。お金はかかりません。安全ですよっていうことを言ったら、まあ、ご高齢の方、もう本当にこういうもんネットでクリックするもんじゃないと。何でも金も押すもんじゃないというふうに聞いてる方がいて、まあ、本当にそういう防犯の面ではね。うん。まあ、正しいことなんでしょうけど、この YouTube のチャンネル登録に関してはですね、あのー、そういったことはないので、課金されるとかトラブルになるってことはないです。はい。 なので、もしお忘れの方していただければなっていうことです。で、も気に入らなかったら外すのはいつでもできるということで。はい。はい、そうですね。もうそこに高評価なんてことは私は言いませんので、もしお忘れの方ね、あ、もうな、意地になってやってないって、あなたですよ。別にやっても、パッとやって、一回ちょっと消して、あ、こういうことね。私だけじゃなく、他に、あ、この人いいなっていうのは応援のつもりでね、チャンネル登録して、もううざいなと思えば外せばいいわけで。ね。 そういったことをね、一度実験としてやってみてください。以上です。